絶対もうそれはもう必要悪。でかこやちゃん、でかこやちゃん、でかこやちゃんのでっかちゃんだよ。今日は佐藤店長がいなくてですね、番外編ということでこちらのお二人呼んでみました。あふざけた登場ですよ。何なのあなたたちは。スタジオ小山の福井ちゃんとうちおけさんです。今日は何やらグルメを紹介していただけるということで、スタジオ小山寄ってその後行くのにもいいみたいな、うん、なんかお店があれば行くぜ。せーの、でかこやちゃんグルメ編スタート。いや僕だけ、ほぼ僕だけ。結構長いお店なんですか。長い、そうなんですよ。前、うん、ママが福来門ってお店やってて、新しく出したのが出したお店、ここが純情商店街。なんかでも美味しそうな店多いね。ここです。ここ上がると、うん、発無国籍料理って感じ。店構えがすごい、うん、綺麗。いらっしゃいませ。来ましたね。来ました。なんか雰囲気のあるお店です。うん、飲み物先頼む。飲み物。はい。生3つください。唐揚げは絶対食べたい。何これ。あ、あ、メルティースマイルじゃないこれ。また来るって言ってたな。これ気をつけない。乾杯。で全然外さない口から。長い。おすすめ聞きたい。すいません、ママおすすめ聞いてもいいですか。はい、ありがとうございます。手作りの焼き餃子で。あ、焼き餃子、はい、手作り、はい、じゃあ餃子と、唐揚げとバンバンジー、はい、あ、カレーあれ、あ、来た。なんだろう。バンバンジーで。バンバンジーで来た。うわ、これ美味しそう。いや、めっちゃうまそう。いや、すごい。やっぱ量がさ。すごいね。400円だから。これ400円やばいね。また来た。なんだろう。あ、全然いいです。餃子ですね。あ、これが。おすすめの。ママおす。え？こちらがニラとキャベツで、こちらが椎茸と白菜が入ってます。はい、うわ、なんか思ってたと違う。思ったんと違うね。あれ、揚げだったね。揚げだ。焼きです。あ、これ焼きなんですか。え、揚げっぽい。すごい美味しそう。わ、これおすすめ。すげえ。これ焼いてんだ。何を入れる派ですか。お酢とお醤油かな。あ、あとからし。あら。うわ、辛いの食べれるの。実は食べれるようになったの。なったの？ちょっとだけね。思い出した。大事ですからね。ラー油って辛いよね。うん、辛い。ラー油はまあ一滴ぐらい。いける？頑張ろうか。やばい、入れすぎました、ね。おお。いただきます。いただきます。ます餃子美味しそう。何が何でどれ？これはもうこっちの。餃子先食べたい。美味しい。あ、うまいうまいうまい。うん。でも風で食べたことない。美味しくいただきます。あ。あ、いい音。うん、うまい。うまい。外カリカリの中、ね、ほかほかって。ほかほか。ほかほか。大体外カリカリだった。外もほかほかですよ。大体中ほかほかで。バンバンジー。バンバンジー。バンバンジー最高。違いないじゃん。あ、美味しい。うまっ。うまない。うん。おかわりください。わーい、わーい、バンバンチー、お野菜欲しい。まあまあ、やっぱあっさりしてるから一生食べれる。これずっと食べれる、うん、確かに一生食べれる。なんかすごい、うん、さあ、ごまだれかかってるから濃いのかなと思ったら、うん、めちゃくちゃあっさり、甘いごまだれ、ヘルシー。うん、罪悪感ない食べ物ってめっちゃいいと思う。何があるの？罪悪感。罪悪感は唐揚げ。マヨネーズ。唐揚げはもう絶対、もうそれはもう必要悪みたいな。悪だもん、唐揚げ。悪。ただ、唐揚げ。揚げ。揚げ。
私のこの唐揚げのおすすめポイントがマジで、ね、あのちょっと小ぶりな、ね、そうそうそう食べやすい。そう唐揚げってなんか一口で食べれない。女の子とかいいかもね、これは、うん、めっちゃいい。マヨ、はい、マヨ、マヨめっちゃ塩味っぽい感じ。多分取りそう。おいしい。確かにこの大きさがいいかもしれない、うん、おつまみとしてマジで優勝。すごい、うん、やっぱキャベツもいただきます。そうキャベツとね、ちょっと味濃いめなの。濃い、確かにお酒飲む人にはもう、まあ、このままでも全然いい。マヨネーズつけなくても、うん、うん、うん、これあダメだよ、この大きさ。パクパクいけちゃう。いや、パクパクいけちゃう、止まらない。30個ぐらい欲しい。ねえ、これはジャンク、すぐなくなると思う。でも辛いのダメなんだっけ。辛いの好きな人って書いてある、うん、ラーズーチー。あ、これめっちゃ美味しいですよ。俺食べたことあった。食べました。ラーズーチーとソンヨンピ。ソンヨンピって人いそうだもん。デカちゃん、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 デカちゃん。あ、すいません、あ、大丈夫です。僕の名前です。お待たせしました。カレーライス、カレーライス。はい、すいません、今から失礼します。わぁ、今食べるから。すごいっす。え、めっちゃうまそうじゃない。辛いのかな。いい匂いする。新漬け食べた。あ、食べれる食べれる。辛くない、そんな中辛って感じ。この辛さダメな人はもう辛いのは。私はちょっと大人になったから食べれるんだけど。大人なのか。あ、美味しいですか。うまい。どんな味。キュウリだよ、どんな味。あ、キュウリサワーだ。キュウリサワー初めてだけど、わ、美味しい。キュウリの味がするんです。なんかガリサワーみたいな、ガリを入れたり、普通の感じでキュウリ、ちゃんとキュウリの味もして。塩味があるとかじゃないの。キュウリ、キュウリ、キュウリ味がある。キュウリ味がある。マイカル酔っ払ってるか。これが東洋風な。小麦粉のネギ、なんかチヂミっぽい。チヂミっぽいね。うん、なんかかけるの。このままちっちゃい。このまま。そう、味ついてます。美味しい。しい。あ、止まらん。玉ねぎの味して美味しい。美味しいこれ。うん。あ、すっきりすっきり。パリパリして。はい、お待たせしました。わ、なんでしょう。はい、失礼します。ラツチです。うん、ああ、いや、これ絶対辛いや。はい、これ。赤いのも食べるんですか。これね、辛い好きの方は食べられる、まあ、食べられる。ゆっくり噛んでお酒のつまみ。新陳代謝も体にいい。あ、美容効果、はい、美容効果、美肌、うん、いい男だから大丈夫です。ピカピカ毎日。ニンニクが丸ごと入って。あ、うまい、うまい。これ絶対辛いんじゃない。一回出しましたね。でもこう、じわじわくる感じ、うん、うわ、痛って感じだな。この色ほど辛くはない、色ほど辛くはない。え、色辛くないの。耳が痛い、耳が痛い。します。本当にこの大きさなんですか。東京はこの大きさです、ね。台湾現地はできれば小さな茶碗で、こう、ブーチ、そう、ご飯の上に豚ひき肉です。そうですね。うち角煮と豚ひき肉両方入ってます。両方入ってます。そう、両方入ってございます。おいしい。本場なのかな、これ。頼んでないと思う。生ハム食べたい。生ハムください。うん、あ、生ハム来たよ。生ハム、生ハムプルプル。あ、結構熱い。え、熱いんですか。あ、熱いって、あ、熱いって、あの
温度の話じゃない。のやつじゃないやつ。ここじゃね。A 発。A 発。A 発いいですね。1回目。うん。グル。2回目あるかな。2回目。あるといいな。あるといい。いよいよ本番でーす。はい。あれ、明日です。え？本命じゃない、革命でーす。革命が起きる。本命よりすごい。本命よりすごい革命が起きました。また3人来るこのいい男といい女ありがとうございます。お疲れ様です。さすがアイドルですね。なるほど、ありがとうございます。本当の顔を見させていただいてありがとうございます。そういうアットホームなお店でございます。一元さんでも優しくしてくれると思います。英発声での英発ぜひお願いします。これは置いてないかじゃあねバイバーイ。デカコヤちゃん酒強いの2人。そんなに強くない。でも好きだよ。好きです。意図せず二酔いになってたまた申し訳なくなった。早い当たってカッと言ってたよ。ファーストフード遠なめにしてるから。デカコヤちゃん。